サカサマのパテマは、吉浦康弘による日本のアニメーション映画作品。2013年11月9日に日本公開された。第17回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、スコットランドラブズアニメ2013観客賞及び、審査員賞を受賞。また、第7回アジア太平洋映画賞最優秀、アニメーション映画賞にノミネートされた。 DVD およびブルーレイは2014年4月25日に発売された。スタジオッ課の吉浦康弘がイブの時間に続いて原作、監督、脚本を務めて制作するサイエンスファンタジー作品。2012年劇場公開予定だったが、制作上の都合により2013年公開に変更となった。吉浦はこの作品について、 外の話にしたいとしている。ピアによる公開発集の映画満足度ランキングでは1位となった。かつて多くの罪人が空に落ちたとされ、空を意味嫌う世界、愛が。そこに暮らす少年、エイジは、ある日、逆さまになってフェンスにしがみつく少女、パテマと出会う。パテマは、重力が逆転した地下世界の住人で、行方不明の友人。 ラゴスを探して散策するうちに地下世界からアイガへと落ちてしまったのだった。手を離せばアイガの空に落ちてしまうパテマを助け、かくまうエイジ。その頃、逆さま人が現れたとの報告を受けたアイガの君主、イザムラは治合警察の逆に捜索を命じる。エイジはパテマを連れて逃げようとするが、パテマは捕らえられ、イザムラの元へ連れて行かれてしまう。 イザムラはパテマにかつて地上で重力をエネルギーに変換する研究が行われていたこと、その事故によって重力が逆転してしまった人々が空へ落ちていったこと、重力が逆転しながらも運よく生き残った人々が地下に潜り逆さま人となったことを語る。アイガに侵入した逆さま人は死ぬべきだと告げるイザムラにパテマが見せられたものは保存液に浸るラゴスの死体だった。 一方、エイジの前に地下世界からパテマを探しに来た坂様の青年、ポルタが現れる。二人は協力して、パテマが監禁されている塔へ向かうが、救出直前に、イザムラやジャクに見つかってしまう。エイジは、イザムラから、かつて、空を目指したエイジの父の死が事故ではなく暗殺だった、ことを知らされる。ジャクがエイジを撃とうとした瞬間、足かせをつけたパテマが、エイジに飛びつき、 二人はアイガの空へ向かって落ちていった。落下を続ける二人が目にしたものは広大な地面とそこに設置されている無数の機械。緩やかに着地した二人はそこでエイジの父が死ぬ際に乗り込んでいた飛行船を発見する。その中には父とラゴスの交流の記録が残されていた。エイジはパテマを地下世界に返すため飛行船に乗ってアイガに帰還し、 そのまま地下世界へ向かう。追跡してきた伊沢村との激しい揉み合いの末、伊沢村は地下に空いた穴へとさらに落ちていった。だが、その穴の先にあったのは廃墟となった高層ビル群と本物の空だった。本物の地上で一人逆さまの英治はパテマに捕まり、新しい世界へと足を踏み出していく。かつて地上で起きた大災害により重力が逆転してしまったものは、 地下で生活することを余儀なくされている。当初は通常人類と逆さま人との交流もあったが、時が経つにつれ次第に失われ、物語開始時点では二つの世界は断絶している。映画本編の序章にあたるエピソードが、逆さまのパテマビギニングオブザデーとして、2012年2月より、ギャオ及びニコニコ動画で配信されている。逆さまのパテマアナザーサイドは、 ソア8の漫画作品。坂まのパテマのアナザーストーリー。月刊ビッグガンガン2012年ボリューム04から2013年ボリューム09まで連載された。坂まのパテマアナザーサイドに関するカテゴリー。ありがとうございます。